ごきげんようガラクタやオルドですえー、俺もようやく仮面ライダービヨンドジェネレーション見に行きました。で、まあ感想を語っていこうかなと思うんですけど、いやー、素晴らしかった。なんか、この手をさ、なんとかジェネレーションで、こういうポスター大々的にやるとさ、とりあえず仮面ライダーいっぱい出しときゃいいだろうみたいなことをやりかねないなっていうのはあったんだけど、 その様子をいい意味で裏切ってくれたね。えっと、まあ、この話を前に、まず話の物語の大筋からいくと、まあ、親子に焦点を当てた物語で、で、まあ、元、職色研究員が後悔して、やり直してっていう、そういう話で、 最後は死んね。泣きはし、泣きはしなかったけど、でも感動はしたーなっていう。ああいう、普通に悪いことして、反省して、最後に報われるっていう話いいよね。めっちゃくちゃ良かったわ。んで、ジェネレーション系特有の、先輩後輩の駆け引き。 かけ合いだ。かけ合いあの、一気とーマのかけ合いしかり、凛太郎たちとのかけ合いしかりっていうのがちゃんとあってよかったなっていう。ちゃんとテレビで、そういう、バトンタッチをやったからこそ、映画でかけ合いができたっていう。で、 一番話さないといけないのはあれだよな。歴代ライダーたちの扱いめちゃくちゃ良かった、あれ。一つ前のさ、スーパーヒーロー戦記の時はさ、結局、声優使い回して、声全く変わんねえから、いっぱい出す意味あるみたいな感じになっちゃってたっていう意見があって、あ、確かになと思ってたんだけど、今回は、 レジェンドライダーはあくまで姿だけで、中身は原稿ライダーたちっていうね。まあネタバレになっちゃうのはタイトルで言ってるからいっか。なんかトーマたちが未来に行って戦うみたいなシーンがあるんだけど、アクセルの中身がトーマだったり、え、っと、まあ、全部話すときりないけど、 で、その、クローンライダーに未来に行ったトーマたちの精神体を乗っ取らせて戦わせるっていうのがすげえ良かったなっていう。いい意味でね、今回、歴代ライダーの側を使ったなっていう。あと、RX に変身したバイス対バルクス。あれは洗ったけどね。 まあ、バイスらしいっちゃバイスらしいか。ちょっと待って、話し合えばわかるわ。さすがにね、笑ったで、こういう意味では本当にいい意味で裏切られたなっていう。だから、今回の映画、はやっぱり映画だからアクションすごかったし、ぜひ見に行ってほしいね。俺まだチケット1枚あるから、もう1回見に行けるんだよね。まあ、もうちょっと。 予定がいたらもう一回見に行こうかなと思いますえー、っと見終わった皆さんもよければえー、っと感想をコメント欄に書いていってくれると次見るときど次映画に行くときどの辺り見ようかなみたいのがわかるんでコメント欄に書いていってくれると嬉しいですというわけで今回は仮面ライダービヨンド・ジェネレーションズをようやく見れたっていう話でしたえー、っ えっと、まあ、へ、無編集だったけど、ま、あいっか。<laughs> えー、もしよければ、チャンネル登録をして、心理ボットの仲間に入りませんか以下略